米国で銃犯罪がとどまらない米調査団体のガン、バイオレンス、アーカイブによると、2017年は12月20日時点で 14,968 人が射殺された。1日あたり平均42人が死亡した計算打点16年、15,088 人とはほぼ横ばいだが、14年、12,564 人と比べに割近く増えた。10月にはネバダ州ラスベガスで58人が死亡、500人以上が負傷した米史上最悪の銃乱射事件があり、その後も凶悪な無差別乱射事件が後を絶た。